お疲れさまです。吉谷さん。まあ、努力努力って言いますけどもね、人間って結局、努力をしなくてもいいように、テクノロジーを発達させたりとか、学習をしたりとか、人の力を借りたりとかってしてるのかなと思うと、そういった工夫ってのは、努力をサボろうとしてる、まあ、そのものじゃないかなと思うんですよ。あの、ネットワークビジネスとかで、自分のプレゼンの能力がないときって、ABC って言ってね、なんかその、 上級者を連れてきてで自分の知り合いに合わせて上級者とその知り合いにこうお話しさせたりしますよねこれ言ってみれば自分がプレゼンのスキルをアップするための努力をしてないんだけどもそれで契約は成立したりしますよねあとはねネットビジネスとかでも一回なんかねプレゼンの動画を撮っといて問い合わせがあるたびにその動画のリンクをつけるっていうのはまあ工夫のようであって努力の方ではないのかなと。 もう常に誰か一人から問い合わせがあったらその一人に対してまたメッセージをね一回一回作るっていうことはね、まあ、多分努力の方に入ると思うんですよでもほとんどの人がそれをしないから受け取る方としてはあ自分のためにわざわざここまでやってくれたんだって感じるかあ自分のために動画のリンクを送ってくれたけどもこれはこの人が言ってみればサボるために用意してたんだなとなんとなく悔しいなみたいなねそんなところがあっていい塩梅ばいでこう落ち着くんじゃないかなってところですよね。 まあだから努力をしないんだったら工夫をしろってことですかね、まあ、工夫をすれば結構楽というテクノロジーを使ったりとか集客の努力をしたくないんだったら広告にお金を払ったりとかねそんなところかなと思いますけどねいってらっしゃい。